ず1曲、歌います、ご無沙汰で方、ご無沙汰な方もですね、ご無沙汰でない方もですね、はじめましての方も、よろしくお願いします。はい、1曲目、手紙という歌を歌います。はい、あと1回の手紙。君がいてくれて
名前でやってますので。そうなんです。はい。はい。今日ですね、今日ね、あれですよ。大和の方のね、鶴間で川島愛さんが弾き語り来るとか言って、洋華堂で、もうちょっとね、友人から情報を得て見に行ったんですけどね、思い込みって怖いもんでね、鶴川行っちゃってですね、で結局ね、本当見れなくて、ここ来る前、川島愛見てちょっと元気もらって来ようかなと思ったら、鶴川で洋華堂探したけどないと思って、メール見たら、あ、鶴間だって言って、結局間に合わずに、来ちゃったんですけど、エルトピートですごい元気もらいました、皆さんからありがとうございます。鶴川も最高。あ、そうです、鶴川もいいとこですよね。良かったなかったですけど、それではそんなこんなで、続いて頑張ってという歌を歌います。頑張る。皆さんも、辛いことあると思いますけど頑張っていきましょう。頑張って頑張る。だから頑張って、だから頑張ってるね。君の中の神様は君だけを見てる。ありがとうございます。愛だからって歌います。
イエイ、はい、ありがとうございます。乾杯しましょうか。待ってました。乾杯。乾杯。乾杯しましょう。石原に乾杯。乾杯。最高石田の隣。あ、そうです。ありがとうございます。伊藤君からも乾杯。あ、いいですね。行けなかったけどね。はい。では、相田から。あ、これ石原の T シャツ後で。ごめんなさい。石原の T シャツ後で。はい。伊勢原から来ました。電車に揺られて来ました。エルトピートまで75分かかりました。思えばはるばる遠くまで来たもんだな。人は続くよどこまでも、そういう歌もありました。小田急線は新宿で途切れているけど、だけどもそこから別の路線でつながってる。人もつながりだから、君との僕との間柄もそう。ナイアガラじゃないよ、それは滝だよ。間柄、それはつまりは間から。ここでちょっと一休みしていこうかなって、君にとってのそんな存在に、Yeah, yeah, yeah.
知り合えて、その人の友人とまた知り合えてってこうね、繋がっていけるというのは温かいものだなという歌でございます。続いて今日はラブ&ピースということでピースの方を歌います。私なりに世界平和についてじゃないですけども、思うところがあって作った歌です。何色クエスチョンという歌です。お水飲みながら聴いてください。僕も飲もう。何色クエスチョン。
事というものに色がつけられるとしたら平和の鐘は何色の音色でこの世界中に響き渡ってくれるかな。という歌を最後に聴いてください。うわい、お今の知ってるのかな、知らないのかな、はい、自分の中では割とよく歌ってる歌です、最後ロケットパンチ歌います。今日はありがとうございました。そんなことふと
よ。お父さんもお母さんも若かったんだな、当たり前だけれども、今度は僕が守る番だよ。正義の味方というわけじゃないけれども、凶器の体でもないし、ロケットパンチなんて飛ばせないけど、貸してあげられるお金はないけれど、手なら貸せるよ。今度は僕が守る番だよ。正義の味方というわけじゃないけれど、長期の体でもないし、ロケットパンチなんて飛ばせないけど、貸してあげられるお金はありがとうございました。